前やったね。泡カラーやりました。僕一人やったんで、みんなで。泡カラーと、まあ、シャンのカラーね、シャンのカラー、泡カラーっていうか、を使って、今回は、アッシュとかグレーとか、寒色系の泡カラーを使って、まあ、泡カラーと、あとクリーム状のカラーのシャンのカラーを使って、まあ、どんだけ、ね、出るじゃんっていうのを、ちょっと僕らもあんま使ったことないから。ね、そうですか、これはピンク系やったんだけど意外と綺麗だったから、結構綺麗なんじゃねえかなと思ってます。でもう一個は、まあ、僕らが普段、まあ、うちのサロングレージュとか結構してるんですけど、そのグレージュもうとにかく鬼のようなグレージュを作ってそれを塗布していく。今回用意したのはカモン、これね前の動画で使ったやつですけど材料まあ半分ブリーチ半分黒の状態のウィッグです。これにちょっと染めていこうかと思います。あ、このブリーチの部分にね。で、黒の部分はちょっと市販のカラーをこっちにもつけていこうかと思います。まあ黒い状態どんだけいくのかっていうのもちょっと気になるので、こいつを使ってじゃあこの検証していきます。で、今回使うのはででんてん明るいね。だいぶ明るい。こうしよう、ビューティーラボさんから出てる、なんだ、ホーユー、そう、ホーユーのそう、ビューティーラボさんから出てる、こちら泡カラークラシックアッシュ、はい、とグラマラスアッシュ、これクリーム状のカラーです。これを使ってどんぐらいアッシュが濃く出るかっていうのを、泡カラー、クリーム状のカラーの市販に対して僕らが使う美容室で使うグレージュのカラーでちょっと勝負をしていこうかと思います。おー、はい。まあ、裏のパッケージ見るとめっちゃ綺麗に入るようになってる気がする。すごい仕上がりめっちゃ綺麗ですよね。ね、綺麗なんでどんぐらいいくのかなっていうのをちょっとね、ちょっとじゃあ検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、ということでこのウィッグ3等分にしました。よっ、この明るい前髪 と後ろで分けてます。これ全部こっちは市販のカラー泡カラーでやって、逆がクリーム状で、真ん中のここの前髪だけ僕らが使うカラーでちょっと染めていきます。で、この3等分したところでどんだけ出るかっていうのはちょっと見ていきましょう。はい、はい、じゃあ今回使う、乳液タイプの方、乳液ですね。こっちがクリーム状のやつかな、グラマラスアッシュですですね。こっちが泡カラーの方、ビューティーラボーさんクラシックアッシュです。はい、じゃあ塗っていきます。僕このクリーム状の乳液のグラマラスアッシュでいきます。僕泡カラーのクラシックアッシュいきます。はい、僕は普段通りのサロンのカラーじゃあ開けましょう。初泡カラーですよ僕。いや、僕ね結構やってるじゃないですか。やってます。最近結構面白いんですよ。あ、でもなんかちょっとチューブタイプな感じ。チューブタイプだね。似てますね。普通のほとんど一緒じゃないですか。タッチテストできる。そりゃそうか。タッチテスト皆さんやってくださいね。タッチテストこれやらないといけないんで。そうです。ちなみに泡カラーの方は全てまずこの中に入ってますね。すごい。ゲールと、あ、こっちもパッチテスト入ってます ね、 やっぱちゃんと入ってるんですね今。うわ、手袋ついてる、やったぜ。使い方はもうまあとにかく混ぜて振ってレッキブ感ですね。泡カラーもね、そうだよね。そうです、ほぼ同じです、うん、よく振ってホイップ塗って放置して流してくださいみたいな感じです。2剤入れていきます。あ、2剤か、2剤と1剤入っていきます。やること一緒です、美容室と。一緒だね。まあ、2液の過酸化水素の中に、まあ、1液のこのアルカリ剤と色素を入れるっていうのはもうほぼ一緒です。泡カラーの方がちょっと違うんだよね。それ何、チョコラ BB かと思いました。一材ですね。それが一材だよね。はい、瓶に入ってる。瓶状なんですよ。匂いはやばい。うわ、いや、これちょっと嗅ぐの注意です。刺激臭がすごいっす。いや、本当に今日これ鼻にきますから気をつけた方がいいです。うわ、やば。
やばい、ちょっと涙出る。やばくね。やっちゃいけないやつですね、これは。結構量が少ない状態フロー。そうですね、やりまーす。30回あ、もう、あわあわですね。結構もう、もはや液体じゃなくなりました。赤ちゃん普通、何か国みたいです。せっかくですから、なんか使おうかな。そうですね。ごめんなさい、ちょっとこっちクリームでいきます。じゃあ見ましょう。オッケー、完璧です。はいはい、塗り終わりです。すげえな、泡泡カラーの。やばいね、泡のビジュアルがちょっと感じです。すごいですね。ね、めちゃわかりやすい。クリームとは全然違うね。まあこれはまあうちのでしたね。これでちょっと時間を置いていきましょう。はい、ということで15分経ったんでちょっと見ていきましょう。どうですかね。まあまあまあいい感じに。ちょっと泡から見えんのか。泡からは白いです、ね。まあまあでもかなりかなり染まってるんじゃないかな。はい、ということでじゃあ流していきましょう。はい、チャイムしました。はいはい。まあまあまあ結構ね、グレーになってるんですよ。まあちょっと濡れてるんで分かんないと思うんですけど、ちょっとここから乾かして色見ていきましょう。結構濃い、ね、濃いですね。青とみ乾かします。はい、乾かし終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。結構すごいです。ちょっと近くで見ていきましょう。はい、まずはクリームタイプの人気の方ですね。シュです。グラマラサッシュです。ブリーチ部分どうすか。すごい結構入ってますね。はい、意外と入りました。綺麗にグレーが入ってるのかなと思います。まあ、若干マットよりそうにはなってます、ね、なってるって感じですね。僕らから見ると黒髪に染めた方も結構綺麗にアッシュ感出てますね。ちょっとマット見つめからグレーが綺麗に出るんですかね。そうですね、ブリーチしてなければ綺麗に出るのはこっちかもしれないですね。綺麗、ね、うん、ですね。はい、じゃあ、反対に泡から。はい、泡から。泡からもバー、まあ綺麗ですね。そうですね、綺麗なグレーって感じ。こんな感じ。透明感はこっちの方がなんかありますね、うん、こんな感じ。透明感がありますね。こっちは柔らかい感じのグレー。黒髪の方も割と綺麗になってます。柔らかいクリアな感じですね。で、まあ僕らが染めた前髪ちゃん、ちょっと撮ろうかこれ。うんうん、まあこんな感じです。遜色ないです。遜色ないですね。っていうかめっちゃ綺麗じゃない、はい、泡からこう並べてみてさほど分かんないもんね。逆に俺らもこれに合わせたのすごくない。選定の能力がすごい。光に当たって近くに行くとまあこんな感じで明るいんですけど、まあ、実際こんな感じの黒さですね。なるほど。はいはい、お疲れ様でした。はい、今日やってみました。泡からとクリームクリームと、まあ、僕らのカラーなんですけど、すごいすごいですね、はい、めっちゃ綺麗でした。特にこの泡カラーのクラシックアッシュはめっちゃ綺麗。実際これすごいよね。すごいですね、普通に透明感あるし、すごい、ちょっとびっくりしましたね。びっくりしました、ね、意外と、まあ、クリームタイプも全然綺麗なんですけど、はい、なんか泡カラーの方がなんか綺麗だね、透明感があって塗りやすそうですね。そうだね、塗りやすそうでしたね。メリットはそこが一番だよね。まあ、ちょっと匂いがきつかったけど、ね、匂いは一番きつかったのが泡カラーでしたね。どぎつかったです。換気しながらじゃないと嫌だな。そうですね、まあその僕らが使うカラーともそこまで遜色ないぐらい綺麗に染まってるんで、まあ、すごいですね。ちょっとやりすぎました。僕らも頑張んないといけない。まあ、ただやっぱりね、泡カラーとか
このクリームジョンタイプっていうのはやっぱりまあアルカリが強く入ってるんでどうしてもダメージとかまあ出てしまうかなとは思います。正直そのツヤ感だったりもちょっと違いますし、美容室で本当はね。なのでまあ色だけで言うと変わらないほぼ変わらないってぐらい綺麗に染まりました。クリはい、まあやる色味にもねよるとは思うので何とも言えないですけど、はい、まあ今回は結果として勝ちか負けかで言うと引き分け。どっちも綺麗ですからね。どっちも綺麗。はい、いやすごいな。まあ、ちょっとムラになりやすそうだなっていうのはありますけど、ね、そうだね。まあまあね。調整はできないですからね。引き、はい、によっては。そう。なんか、市販がダメとかっていうのもあんまりないからね。ちょっと感じますよね。綺麗だなと思ったら、すげえな、普通に思った。はい、ということでした。はい。ね、またちょっと、いろいろ市販のカラー、試してみたいですね。そうですね。面白いですね。面白いですね。なんかいろいろ色もあるんで、はい、うちの美容室のカラーと比べて、まあ、どのぐらいいくのかっていうのはちょっとずつね検証してやってみましょうかね。はい、はいはい、ということでまたいつかまたいつか早めにやりましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また。